キングスクロス、セントパンクラス駅は、ロンドン都心部にある駅である。ロンドン地下鉄の主要駅の一つで、地下鉄6路線が乗り入れる。また、ナショナルレールのキングスクロス駅、セントパンクラス駅とも接続し、市内でも最大の乗り換え駅となっている。運賃区分は、トラベルカードゾーン1に含まれる。なお、キングスの英米語での発音は、KZ であることから、 発音に即した形で、カタカナ表記すると、キングズとなるが、慣用的に静音の、キングズを用いる例が多い。当駅は、ロンドン地下鉄で最大の乗り換え駅である。乗り換えができるのは、以下の6路線と2つの駅となっている。新しい切符売り場ハイスピード1の開業により、乗客の往来が増加するため、駅地下部分の大規模リモデリングを行った。拡張された、当駅は、 現在、4つのエントランスがある。また、拡張工事は2009年11月に完了した。ロンドンバスの10、17、30、45、46、59、63、73、91、205、214、259、390、476系統と深夜バスの N63、N73、N91、 N205 系統が当駅から発着する。ABCDEF マルチイヤーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時データロンドン交通局2015年3月31日閲覧キングスエビデンスミーニングインザケンブリッジイングリッシュディクショナリーケンブリッジユニバーシティプレス2017年3月20日 閲覧。有声音の後のアポストロフィーが、Z と発音されるのは英語におけるルールであり、が、有声音なので、すと表記するのは文法的には誤りである。キングスクロスストリートパンクリス・インターナショナル、ロンドン交通局、2016年10月15日閲覧。ありがとうございます。